リオは、イギリス海軍の特設小海艇。リオは、太平洋戦争諸島の1942年2月14日に、日本陸軍輸送船団に、単艦で戦闘を行い、イギリス海軍の小型艦艇で最多の助訓を受けた。リオは1938年に、インド中国蒸気航海会社の、様子公向け客船リオとして、香港ワムポアドック社にて浸水した。 その後1940年に、リオはイギリス海軍に徴用され、シンガポールで特設小海底リオとして収益した。太平洋戦争勃発後、シンガポール陥落直前に、リオはオランダ領東インドのバタビアへ脱出を命じられた。リオの乗員便乗者84名の大部分はイギリス海軍予備員が占めていたが、マレー沖海戦で撃沈された戦艦プリンスオブ。 ウェールズと巡洋戦艦レパルスの生存者数名と5名のイギリス陸軍兵、2名のイギリス空軍兵、10名のマレー人及び6名の中国人も含まれていた。1942年2月13日の日の出とともに、リオはシンガポールを出港した。途中、数度の空襲にあいた少の損傷を受けた。翌日、万華海峡北方を通過中だったリオは、 スマトラ島上陸の L 作戦のため兵員輸送中だった日本陸軍輸送船団と付近を航行中の日本海軍艦艇に遭遇した。リオの艇長であったトーマス・ウィルキンソン RNR 隊員は遥かに優勢な敵船団に対して接近し、戦闘を試みる旨を乗員たちに告げた。リオは戦団の先頭にいた輸送船に対して返信すると戦闘機を掲げ、 全速力で突き進んだ。先の空襲の際の対空戦闘で砲弾を消費していたため、リオが装備する4インチ砲にはわずかに13発の実弾と3発の訓練弾があるのみだったが、その輸送船に4インチ砲を発砲し、数発の命中弾を与え炎上させ、さらに別の輸送船に対し 7.7mm 基銃を撃ち込んだ。抵抗の後、砲弾が尽きたリオは、 戦団の救援に駆けつけた、軽巡洋艦由良特畜艦吹雪、朝霧から激しい砲撃を受け大破した。なおもリオは、自らが沈む前に、炎上中の輸送船に体当たりを試みた。輸送船の日本兵が消火器で反撃する中、リオは12ノットの速力で左舷に体当たりして、後に沈没に追い込んだ。リオの乗員84名のうち生存者は、捕虜となった7名のみであり、 ウィルキンソン帝長以下77名が、リオと運命を共にした。リオの帝長トーマス・ウィルキンソン RNR 大尉。戦死した、ウィルキンソン大尉は、勇敢な行動が評価され、ビクトリア十字章を授与された。同様に、副長、ロナルド・ジョージ・グラッド・ストン・スタントン RNR 中尉が、こと公勲章、アーサー・ウィリアム・トンプソン兵装大行が、コンスピキュアス・ギャラントリーメダル。 ビクター・スペンサー一等水平とアルバート・スペンドラブ二等水平が主勲章をそれぞれ受章したほか、6名の上院に白羊艦島章が授けられた。これらの勲章はイギリス海軍小型艦艇で最多の授与数であった。ありがとうございます。